はい、私を構成する42枚から、えー、第22回はゲットアップキッズのセカンドアルバム「えー、Something to Write Home About」ですね、えー。2000、あ、2000じゃないか。99年か。99年のアルバムになります。ゲットアップキッズは先ほど、まあ、前回の、まあこれ立て続けにとってますけど、 えー、ジミートワールドと双璧を成す90年代末から2000年代初頭ぐらいにかけて、まあ、ジミートワールドはねずっと解散せずやってますけど、まあ、ゲットアップキッズは一回ちょっと解散して今再結成してやってますけど、まあ、そのあたりの時期の、えー、本当にもうエモの立役者代表格というところでエモにエモって何って最近エモいとかよく言われてるけど何っていう人は まあね、2000年代のもうちょっと後半とかの、ね、バンドも、まあ、いいですし90年代初頭のバンドもいいですし別に今エモいとか言われてるバンドを聴くのもいいんですけどやっぱり僕はこのジミートワールドゲットアップキッズあとザ・プロミスリングとか、まあ、スウェーデン勢だと、ね、スターマーケットとかラストデイズ・オブ・エイプリルとかねそういう,、まあそうね、やっぱサニー・デイ・リアル・エステイトとかねやっぱそういう 人たちから入ってほしい90年代の一番脂のった時期、90年代末、95から2001、2002ぐらいかな、わかんないけど、あの辺の時期の絵も、まあ僕もリアルタイムで聴いてるわけじゃないというか、まあね、そうそう、なんだけど、2005以降しか聴いてないけど、2006から6以降ぐらいの絵も、まあね、絵も聴き始めたのそのぐらいですけど、 この辺から聞いてほしいなと思い…ます。で、今回はもう有名なゲットアップキッズのセカンドアルバムですね。このロボットが二人、二人うん。寄り添っている。どこなんでしょうね、これね。なんか、ファミレスとかなのかな何なんだろうね。ファミレスじゃねえか。<laughs> 家か。家のソファーみたいなところでこう寄り添っているね。この、なんともね、エモ悲しいですね。<laughs> エモ悲しいって言葉あんのか。ジャケットですね。 えー、まあ非常にこのジャケットも有名でね、えー。で、ゲットアップキッズ、まあちょっとジミートワールドと比較すると、まあ正直ちょっと、なんだろうな。違うタイプですよね。なんか双璧、完全になんか二大巨頭。もうアートスクールとシロップ16ラムみたいな。もうグレートラロックみたいなね。ふ <laughs> かってんのかな。みたいな感じで、ジミートワールドとゲットアップキッズみたいなね。僕の中で、僕の中でこんな感じなんで、そんな感じに捉えてるけど、 まあタイプは違いますね。ジミートワールドはやっぱりこう、かなり、あの、メロディーが、なんて、うん、まあ、あんたら、そう、メロディーの癖みたいなのは全然タイプが違うし、で、ゲット・アップ・キッズは、えっとですね、まあ、ちょっと再結成後の話は、今回なしにして、えー、っと、まあ、再結成前ですね。いつ解散してるの ?2005 とかに解散してるのか。 うん、2005だね。95年に結成で、まあ、2005年に解散10年、ちょうど10年やったバンドですね。で、4枚アルバム出してるんですよ、その、解散するまではには。で、この4枚はどれもね、キャラクターが違う。まあ、3と4はちょっと近いのかな。で、だから結構分かりやすいですね。えっ、ー、と、まあ、これね、セカンド前後に出した EP がいいとかっていう話もあるんだけど、 まあちょっと発売して、えー、っとね、まあ僕この、こう,うエモ90年代エモを知ったの、知るその情報を得ていたのは、まあ当時ちょっと2チャンネル見てたりしたこともあったから、2チャンの洋楽版のエモスレなんですよ。で、ここが20銭って、エモ20銭って、これ前も言ったかなっていうのを出してて、その中にも入っでその中に実はそう、前回のゲットアップキッズはクラリティっていうサードアルバム、 サードになるのかなまあ、99年かな十八年かなあの辺のアルバムなんですよ。まあ、前回も言ったけど、そう、俺が紹介したのは、ブリーダーアメリカってアルバムなんだけど、その前のやつ。で、多分ジミートワールドのを、まあ、90年代エモ的な価値観でいくと、価値観で、その、その主観でジミートワールドを見ると、まあ、クラリティが多分最高傑作ってことになると思うんですけど、で、そう、エモ3では、ゲットアップキットはね、ファーストアルバムが、 選ばれてたんですよ。えー、っと、97年のフォーミニットマイル。これ、あの、あれだね。なんか、多分その、何競技場みたいなところで、男の子たちがもう走ってるアルバムね。<laughs> ジャケット何パターンか、多分パターンあるんだけど。あれね。で、これはね、97年のアルバムなんですね。97年とは思えないぐらい音悪いっす。<laughs> 本当に、 これなんか2ちゃんのとか、まあどっかのね、インターネットの人って誰かが言ってたけど、その本当にもう近所のスタジオで、スタジオで撮りましたみたいな音してるやつね。でもそれが荒々しくてエモくてよかったっていうのがファーストアルバムですね。えー、と、まあミネラルとかに近いけど、ミネラルみたいな、まあいわゆるそのクリントーンとサビの、ボーンってかサビのこうディストーション歪み。 の生徒と特に生はのアルペジオで静かに静寂を描き出すみたいなのがまあミネラルとかそういうタイプ、まあ、90年代の割と王道な絵もなんだけどそれに近くもあるがもうちょっとこの若さが先行しててもうドタバタみたいな感じがゲット・アップ・キッズのファーストですかな、ね、んかミネラルとかあの辺の90年代絵も好きな人は結構ファーストに軍配が上がるっていうの全然わかる。 荒削りでドタバタしててなんかこういうもう勢いあんのがエモやろっていうのはまあもうファーストですけどでセカンドになるとまあちょっと売れたのか結構いい音で撮ってるというか撮ってるしそのえーっとねバレンタイン3曲目かとかねあとなんだろう 忘れちゃったまあ、最後の曲とかね、I'm Catching You とかね。まあ、その、バレンタインとかさ、っていう曲はもう、結構、その、アコースティックの曲とか入ってるわけですよ。で、あと、まあ、いわゆる、その、ウィー z ーとかに近いパワーポップ的なサウンドというか、まあ、シンセも入ってるんですよ、このバンドって。だから、ちょっと近いんだけど、ウィーザーとかと。その、そういう、ポップなアプローチ、もうちょっと豊かな音楽性みたいな、幅の広さ、アコースティックもあれば、ピアノで、 もう入れたりしてちょっと叙情的にこうねじわじわ上がっていく曲もあるみたいなそういうなんかこうで音もまあ前回のもうほんと隣のね隣のとかもう近所のスタジオで撮ったべみたいな音ではないっていうそういう意味でまあセカンドアルバムが最高傑作だと言われているしいや僕もなんかその昔は2ちゃんのエモスに洗脳されていたがまあなんやかんやセカンドよく聞いたなっていう聞きやすいし、まあ、入り口としては最高ですね。 えーこの、この、なので、この、セカンドサムシング・トゥ・ライト・ホーム・アバウトを今回ちょっと紹介させていただきますということでね、えー、っと、ま、あ一曲目の何たって、ま、あ一曲目のホーリーで、ま、あこの、代表曲ですね。セイ・グンナイ・ミングッバイですかお休みを言うのはさよならを言うのと同じっていうサビ。こう、まあ、ま、あ本当。 素晴らしいですねいや本当もうでも,で,、ね、でもね俺ゲット・アップ・キッズの最初これ聞いた時の感想ってなんかしょっぱいメロコアっていうかなんか上がりきらないメロコアっていうかなんかメロディバンバンもう分かりやすいキャッチーなメロディをバンバンあ当ててくるのがメロコアじゃないですか。もうだけどなんかこう妙に展開とか使ってくるしなんか 一回聴いただけじゃちょっと覚えられないなみたいなまあポップではあるんだけどみたいななんかそういうなんかしょっぱいなんかしょっぱい目の子だなっていうのが正直 Get Up Kids のセカンドにあって最初はねでもなんかそこが実はそこがエモいんだっていう結構ちゃんと AB サビとかをちゃんとこう使ってじわじわ上げてったりまあそうじゃない曲もあるけどなんかちゃんとこう展開とか考えてるっていうかでシンセとかも入ってるしそのなんだけど なんかその、ボーカルのこの、なんていうのかな、若さ溢れる、なんかこう、感じみたいなのが、ちょっとうまく言えないですけど。これがすごくいいアルバムで。まあ、2曲目のアクションアクション。これはまあ PV がある曲ですけど、この PV もうマジでめちゃくちゃ見た。もうめっちゃ見た。<laughs> であんまり、今見るとあんまりいい PV じゃないっていうか、なんかこう、なんなんだろうね、あの、あれも、あのさ、アブリル・ラビーンの作が ーイヘイユーユーアウェイのパフェ、hey, hey, みたいなあれの PV とかもさあんまりいい PV じゃないっていうかさそれに近いものをちょっと感じるぐらい何て言うのかなそのアクションアクションの PV ってなんかそのイケてる女の子にはいやなんていけてないイケてる女の子とイけてない女の子もイケてない女の子ってなんかメガネかけてんだけどいてイ,イケてない女の子がなんかこう損するみたいな <laughs> PV なんだよな何なんだろうな その、アブリ・ラビーンのその曲もさ、そういう感じじゃん。あ,あの、いけてる、アブリ・ラビーンといけてないアブリ・ラビーンだと、いけてないアブリ・ラビーンがなんかこう、なんかこう、損するみたいな。<laughs> 損するっておかしいけど。まあ、その、なんだけど、何回も見ましたね、PV は。あと、まあテンミニッツ ?6 曲目、テンミニッツとか、見たし、まあ、見たていうか、まあめっちゃ、なんか、 好きだったけど、やっぱあれか、9曲目のアイム Lona d o ド e l、Do Do Til、A. Leibel。<laughs> もう読めんね。いや、もう、英語はできないんだよな。洋楽ばっかり聞いてるけど。でも、このこの曲、9曲目はめっちゃ、いや、俺、一番多分、このアルバムの中で最終的に一番好きなの、この曲で。 これが一番好きな曲ですね。で、あ、俺これしかも国内版だからあれだ。最後あれですね。ボーナストラックにニューオーダーのリグレットのカバー入ってますね。うんうん。まあ。まあね。まあ、それはニューオーダーのリグレットっていう曲。本当の名曲だからね。 うん、別にそれ、ゲット・アップ・キッズがいや、カバー版はいい,いいですよ。いいカバーですけど、あ原曲が良すぎるからな、なんか、そういう、まあ、なんか、うん、まあいいや。あまあまあ、こんな感じで,で。で、まあ、これね、で、ゲット・アップ・キッズはこう、次のアルバムはもうかなり落ち着いたアルバムになってるんですね、音楽的に。えー、ンザワイヤー2002年。これがね、リード曲の名前忘れちゃいましたけど、本当フォークみたいな。 曲曲なんですよリード全曲フォークみたいな感じじゃないんですけど、まあ、いわゆるこのメロディーセンスポップセンスがあることはもう十分うセカンドで分かってるわけですから本当にいい曲かけるバンドだから、まあ、かなり落ち着いた、まあ、パワーポップっぽい感じっていうか落ち着いてパワーポップ寄りになった一番、まあ、よこの4枚解散前の4枚の中では一番落ち着いたアルバムで なんかそんなに聞き込めてるわけじゃないけど、聞くたびに発見があってすごくいいアルバムですよね。あ、でもそう、サードはね、そう,そうなんだよなもう。めっちゃ好きな曲あって、ステイゴーン、ステイゴーン入ってるのこれだよね。あ、そうそうそう。あ、オーバー d u っていうの、1曲目がフォークみたいな曲で PV がある曲なんですよ。 で、二曲目のステイ・ゴーンも PV あるんですけど、ちょっと、ちょっとあ少しだけフォークじゃなくないから、ちょっとアッパーな感じですけど、ステイ・ゴーンめちゃくちゃいい曲ですね。だほんと、これもいいアルバム。で、だからその、なんていうの、一つのサウンドに、こう、とどまらなかったんですよ、このバンド。で、その最後のアルバムはギル、次のアルバムはギルト・ショーっていう、2004とか2005だと思うけど、 2005に解散してるから、2004だね。これは本当、割と総集編みたいなアルバムではあるんですけど、まあ、サードにちょっと近い、まあ、パワーポップ、まあ、エモとかパンクよっていうよりは、パワーポップっすかねっていう感じの、まあ、ウィーザーとか好きな人とかぜひぜひ、これ聞いてない人は全然余裕で損してます。ウィーザーとか好きになったら <laughs>。まあ、聞いてない人いないと思うけどね。ウィーザー好きな人で、ゲッタッズ聞いてないって人。 まあでもこれはねまあもう本当あれですよザワンワンチュワンチュワンとザワンユーワンとか二曲目これ,もこれも死ぬほど聞いたね。PV もめっちゃ見たけど死ぬほど聞いたでこのギルトショーは昔からいいと思ってたんだけどなんか去年ぐらいに聞き直したらやっぱり良かったねうん。ちょっと今聞くとなんだろうなモダンっていうか音はねだいぶどん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 良くなっていって金もかかけれるようになってる 来てるから2 0 0四年5年あたりのアメリカのロックの音を今聞くとどうなんだべって思ったけどうんでもまあいい曲が入りまくってるからいいよねっていうだ1曲目この「ギ i トショーの1曲目結構勢いのある曲なんだけど他は結構そのいやいい曲書けますっていうバンドなんですよでまあその うん、サードよりはちょっと明るめというかアッパーというか感じですけど本当にいやなんかでも難しいねこれパワーポップとか褒める時にいい曲ですとかしか言いようがないっていうか、まあ、曲一曲一曲聴きながらね解説するとかさ多分ここのコーラスがよくてさとかさ、まあ、最近「ファウンティンズ・オブ・ウェイン」っていうあのパワーポップワンドを聞き直して見るとさあここら辺カーズとかやっぱ好きなんだろうなとかさ、まあ、カーズあんま知らないんだけど 80年代のニューエイブとかありますね。あ、ここはやっぱりビートルズとか好きなんですねとか、あ、クイーンとかも好きなんだろうなとかさ、そんな一曲一曲それはきながらってあるとは思うけど、全体的になんかね、言うとなると、いい曲書いてるなしかねえんだよな。<laughs> まあまあ、でも本当にでも、ゲットアップキッズ、そう4枚ね、カラーが違うから、まあ3と4はちょっと近いっちゃ近いけど、だからすごい良かっ、ったいいよね。 で、まあ再結成後はね、あの、ゼアルールズっていう2011年のアルバムを僕も期待して買ったんですけど、なんたってもう、ゲットアップキッズ再結成すんのみたいな。もうだから、2006年とかの時点ではもう解散してるわけですから。で、そう、実はね、このね、アルバムの前にね、再結成して一発目の EP が出てて、もう俺それも買ってんだよね。それはそんなにね、悪くなかった。シンプル。 シンプルサイエンスっていう EP で、これはね、なんか、うんうんうんっていう感じだったんですよ。なんか、なんか、だから結局こっちとしてはギルト賞4枚目の続きみたいなのが聞きたいんですよ、はっきり言って。その、ファーストとかセカンドみたいにもう結構アッパーなエモは別に書かなくていい。そんなの別に求めてない。もうギルト賞の続きを聞きたい。って感じだったけど、なんかそう、 この EP はね、なんかそういう曲はね、なんか1曲目ぐらいなん,ですなんだよね。で、2曲目はそうそう、なんかキースケースとかっていう曲とか、なんか結構実験的なんですよ。ベースが結構うねる感じ。ベースがこうエッジーで、なんか不穏なメロディーみたいなのが入ってくみたいな。で、うーん、みたいな。ね、まあまあちょっとまあ再結成した、したてだし、まあなんかリハビリみたいな感じなんかなと思,思ってて、アルバム出たら、なんか、 結構どっちかっていうとその実験的なアルバムとか、まあ、こう過去の4作のどれにも当てはまらない音楽性でまあだからゲットアップキッズの新作じゃなかったらこういうインディーロックバンドですって言われたら結構好きだったかもしれないんだけどやっぱこっちはゲットアップキッズの新作だと思ってるからもうどうすればいいんだ <laughs> いやまあ言うならばその昔みたいに、ね、もう歌える曲とかなんか口ずさめちゃうなとかうわーすげえ説明パワーボップだなとか いう曲がマジでないんだよね、この。いや、今聞いたら違うかもしれないけど、さっき言ったそのキースケースっていうなんかこれ、実験的だなって曲入ってるしね。そう。で、俺がいいなと思った曲は入ってない <laughs>、うん。あの EP からは。いや、で、まあ俺はちょっと、うん、ブログとかでもちょっと、うん、ゲタフキッズの新作としては、いや、再結成してやれるべきことはこれかっていう。いや、これは難しい問題で、つまりその、じゃあこのメンバー改めて集まって、 音を出してみて、多分ですよ。やっぱ、で、過去にやり、過去にやってないことをやりたいっていう。で、バンドとしては本当にすごい、それって素晴らしいことじゃないですか。その、過去の、コロコロ音楽性変えてきたバンドなわけだし、だからその、ある種また新しい音楽性になったっていうの、ったっていうのはすごい。しまあ、言うなればニューウェーブだったり、まあもしかして、フガジとかねその、自分たちの先祖に当たるような、 ものに変え、立ち返ったアルバムなのかなとか思ったんですよ。結構せめて、不穏、結構ね、不穏なサウンドとかが多いんですよ。だけど、いや、そう、だから、どうなんでしょうね。でも、ファンに寄せるべきなの。ファンが望むゲットアップキッズっての姿ファンが望むバンドの姿を見せるべきなのか、それとも、やりたいことをアーティストとして、 突き詰めていったり、新しいことをバンドとしてフレッシュな姿を見せるべきなのか。これめっちゃ難しい問題だと思うんですよね。いや、当時はなんか、すげえクソメソに言っちゃったんだけど、この再結成アルバム。なんか、うん。いや、でも当時としても思ってた。いや、でも確かにでもゲッ t Up ップキッ s って確かに音楽性自体は、サウンド自体は結構アルバムで変わっていったバンドだから、こうなっても、 こうなることを喜ぶべきなのかなとか思って。でも、でもいい曲、自分が好きなゲットアップキッズだなって思うような曲、一曲もないんだよなとか思いながら、これどうすんのみたいな。で、最近またアルバムとか EP とか出してるんですけど、これはね、セカンドのコールにちょっと戻ってます。多分。なんだけど、なんかね、音があんま気に入らなくて、ちょっと聞くのやめました。路線としては多分、あの、ファンが求めてるゲットアップキッズ像を、に寄せている、 方向にそっちに舵を切ったのかなと俺は思ってます。はい。いや、でもこの難しいですよね。で、で、そうそうそう。で、このマボーカルの人マット・プリオールさんっていう人なんですけど、ゲット・アップ・キッズとまあ同時並行でやってたのか、まあ、でも解散して、して、した時にもやってたんですけど、あの、ザ・ニュー・アムステルダムっていう別のプロジェクトをやってたんですよ。これはもうね、フォーク、 ととかかカントリーとかそっち寄りで,はあるんですけどまあさっき言ったようにそのサードアラバルバムの1曲目リード曲がフォークみたいな曲でまあほんとエモフォークエモカントリーみたいなそういうもの路線に行ったやつで僕1枚アラバルバム持ってるんですけどまあむちゃくちゃいいんですよで、まあ、結局いい曲かけるんですよもうニューアメスてゲットアップキッズやめてもいい曲をバンバンかける人なんだなと思ったんですよだからこそ 5枚目のアルバムでは書いてないっていうか、そのキャッチなメロディーとかを書いてないのが、多分わざとだとは思うんですけど、まあそれが寂しかったなという感じですね。うん、だからニューアメステルダム聞いた方が、いわゆるポストゲットアップキッズ感っていうか、いやまあ確かにあのサード作った人なら、ゲットアップキッズのサード作った人なら、こういう方向に行ってもおかしくないし、まあ年齢重ねていくごとに、フォーク、まあアコースティックな、 こう路線に行くのも全然ありだなっていうまあもう俺も年齢をこう年も取ってきたしニューアームステルダムみたいな温度感が一番いいんですよねうんメロディーセンスはねもう全然ゲ,ゲットアップキッズの頃から変わらないしっていうだからニューアームステルダム聞いた方がいいみんな <laughs> という感じですねまあまあそっちはねゲットアップキッズ聞いてからって感じですか うん、今やってんのかなニューアムステルダムって。え、なんかやってほしいけどね。まあ、そんな感じですね。だいぶやっぱこう、あれだね。ジミートワールドとゲットアップキッズで15分15分とかでやりたかったけど、結構喋りましたね。じゃあ次回は、あ、グレープバインのイデアの水槽。えー、っと、あれですね、もうあの、42枚の絵、え、えっちゅうか。 あの、画像があるじゃないですか。下の方になってきましたね。ちょっと、あの、画像が、ジャケットがちっちゃくなって。ようやくでもこれもう半分を超えましたね。まだ半分か。これマジほんと、何年かかんの <laughs> 何年かかんのこれ。あ、まあ、まだ、旅は長いということで。次回も聞いてくれると嬉しいです。旅券でした。